夜明けち、夜明け方近くなるほどに、もの意図哀れにおぼされて、おんかわらけなどまいるついでに、昔のおん物語どもいできて、夜明けなきほどより、学問に心を入れてはべるしに、少しも財などの月ぬべくやご老事件、因ののたまわせしよう、災学というもの、世に意図、 重くするものなればにやあらん。糸を進みぬる人の命、幸いと並びぬるは糸、叩きものになん。品高く生まれ、さらても人に劣るまじきほどにて、あながちにこの道な深く思いそといさめたまいて、本在の方々のものを教えさせたま、させたまいしに、つさなきこともなく、 また、取り立てて、このことと心をることもはべらざりき、絵描くことのみ、なん、怪しくはかなきものから、いかにしてかは、心ゆくばかり描きてみるべき、いかにしてかは、心ゆくばかり描きてみるべきと思う折々はべりしを、覚えぬ山がつになりて、 よもの海の深き心を見しに、さらに思いもよらぬくまなく至ら,れしに至られにしかど、筆の行く限りありて、心よりは心、こと行かずなりなん、思うたまえられしを、ついでなくて、語呂でさすべきことならねば、こう好き好きしきようなる、後の聞こえやあらん、と巫女に申したまえば、 何の罪も心より放ちてなろうべき技ならねど、道道に物のしあり、学びどころ、学びどころあらぬが、ことの深さ浅さは知らねど、おのずからうつさんに後ありぬべし、触れとる道とごううつことぞ、怪しゅう魂のほど見うるを、深き色をなく見うる、 俺深き老なく見うる俺れも去るべきにてかきうつ類もいれっくれど家のこの中にはなお人に抜けぬる人の何事をも好みへけるとぞ見えたる院の御前にて巫女たち大親王いずれかはさまざまにとりどりの座へ習わせたもまわざりけんその中にも取り立てたるおん心に入れて 伝え受け取らせたまえる会ありて、門題をば、去る者にて言わず、去らぬことの中には、金引かせたもうべきことなん、一の罪にて、次には横笛、美は、僧のことをなん、次々に習いたまえると、上もおぼしのたまをせ世の人、しか思い聞こえさせたるを、 絵はなお筆のついでにすさびさせたもをあだごととこそ思い玉えしか。いとこをまさなきまで、いにしえの墨書きの上手ども、後を苦労なしつべきかめる。後を苦労なしつべかめるは、帰りてけしからぬ技なり。とうち乱れて聞こえたまいて、えいなきにや、いんの音こと聞こえいで、皆、 うちしおたれたまいぬちょっと何回文章になるわけですけれどもここで光源氏の学問あるいは 芸術に関してのあるべき理想的な形あるいは父の桐壺が源氏に戒め置かれた言葉そういうことに関して諭、えー、して置かれた言葉そういうものが出ているわけなんですね。 うん、我々の考えている学問とか芸術とかっていうふうなものそして、えー、光源氏のような最高の理想の男性がそういうものに対してどうあるべきかというふうなことね、うん、それを帝が 源氏に悟されるというふうな形で出てきているわけなんですけどもあのそれがあの現代の我々が考えている高貴な理想的な人の学問芸術に対する在り方というものとはちょっと違うわけなんですね。そこがまた ちょっと興味を引かれるところであり、同時に、当時の人々の、こういうことに対する考えを、価値観というふうなものを考えるのに、非常に大事なところなんです。世の明け方近くなる頃に、のり判定が、 こんなふうについてそして、まあ、左肩源氏の肩入れしているそして藤、えー、坪とともに密かに、うん、今の帝の大変気に入っていられる梅坪型梅坪との心のありようを少しこうこちらへ あごめんなさい。えー、古貴殿方に対して今の若い帝の心が傾いているのを何とかしてこの梅坪方の方へ少し引き寄せたいというふうなまあ思いがあるわけですね。それが、えー、この絵合わせの場面に関しては圧倒的に源氏の思い通りに勝ったわけですけれども。 その感動が大きかっただけに心の名残が続いているんですね。で夜明け方近くなるほどに物意図哀れにおぼされて見事に勝ったその源氏の君の心の中にあの苦しかった 明証の体験というふうなものがしみじみとまたよみがえってきているわけです。もの意と哀れにおぼされてというのはそういう思いが一番、まあ、まず強いわけですね。今更のようにあの絵を描いた 当時の思いというものがしみじみと思い返すになられて、で、お河原家など参るついでに、お酒などお召し上がりになる、そのついでに、自然と昔のお物語どもいできて、で、 言いけなきほどより学問に心を入れてはべりしに、少しも在など突きぬべくや五呂事件。自分はまだほんの幼い頃から学問に心を入れて努めてきたが、その結果、多少とも学際が身に つきそうだと、帝がご覧遊ばしたからだろうか。切り壺の院がそんなふうにお感じになったのだろうか。その院がおっしゃったことには、災学というもの、つまり、 災学っていうのは大陸から虎絵したあの昔ワニなどというふうな外国の博士がもたらしてそして日本人が学ぶようになった そういう,う感覚の才能才学というもの体へというもの世に糸を重くするものならばに世間では大層重いものに考えるからだろうか糸を進める人 その災学の体操を深く進んだ人、災学の学びの進んだ人が、命、幸いと、並びぬるは意図敵ものになる。長寿と福運その災学に非常に優れた、災学を学んで優れた ものを得,得したそういう人というのは長寿と福運と合わせ持つというふうなことは大層難しいものである。しなたかく生まれサラデダに人に劣るまじきほどにて 高い階級に生まれてそれほどに災学に身を入れようと思うほどの人であながちにこの道な深くならいそといさめたまいて。 無理やりに、この道にかけて、深く心を込めて、習う、習おうとは、しないでおきなさい。な、深く習いそ。この道な、深く習いそ。なと何々との間に禁止すべき事柄を入れて言う言い方ですね。な、何々せそという。そんな風に心を深く入れ、 込めて習うことをしないでおきなさいとお,おいさめなされま,せまして。で、本在の方々のものを教えさせたまいしに、正式な学問の 他の正式な学問以外のいろいろの芸能、本在の方々のものを教えさせたまえしに、正式の学問以外のいろいろの芸能を教えなさいましたので、 つたなきこともなく、また取り立てて、このことと心得ることもはべらざりき。人よりも、劣ったということもなく、そうかといって、一つ取り立てて、このこと、と思うようなことも、ありませんでした。 まあその中では、絵描くことのみなん怪しくはかなきものから、いかにしてかは心ゆくばかり描きてみるべきと思うおり、おり、はべりしよう。まあそういう中では、絵を描くことばかりは、不思議に、 これといったものではないにしても、何とかして心ゆくばかり書いてみようと、そう思うお料理もありましたが、思いがけない山革になりて、あの、全く予想もしなかった逆境に、 落ちたことを言ってるわけですね。ま、次、山が次、源氏の君がなったわけはないけれども、予想もしなかった、ああいう逆境に、陥りまして、世の海の深き心を見しに、遠く下手だった、海辺の、深い体験も、 味わいま,ましてさらに思いよらぬくまなく至られにしかどさらに思いがけないくまもないような 体験をしましたけれど。しかし、それを書こうとすると、筆で表す限度というものがあって、心よりはことゆかずなりなん、ことゆかずなん思うたまえられしょう。心に思うよりは、実際のことがなかなか 叶わないように自分の心でこうしてみたいと思うほどにはなかなか実際のことの方が伴わないように思われました。つまりこれは体験した結果ですねああいう境遇の中で体験して 筆で表す限り描いてみたいと思う気持ちがあって描いてみましたが心のほどには現実の絵の方はなかなか思うようにはならないものだと思われましたが 機会がなくってお目にかけることもできませんでしたがこんなふうに好き好きようなる後の聞こえやあらんこんなふうに いかにも物好きだという後々の評判がございましょう。そちの宮にこうしてルルと語っているわけですね。自分の父の帝からの聡しの言葉。 それからこういう思いがけない体験の中で非常に心を惹かれて絵の中にもっと打ち込んでみようと思ったけれどもなかなか現実にはそうは思いのままにはいかなかったしかしこうして好き好きしようなるもの好きだという後々の評判がございましょうよ と、巫女に申したまえば、そちの宮にお,お話になるというと、そちの宮は、また、何の罪も心より放して呪くべき業ならねど、道々に心の、あ、道々に物のしあり、まねみどころあらんは、ことの深さ浅さは知らねど、おのずから うつさんに後悪いのし何事に何事の財につけてもどんな方面での才能につけても自分の心から熱中して 習おうとすることではないけれどもそれぞれの道々につけてものの詩というものがあってその詩についてまねびどころあらんは習得ができる 芸というものは、その道々の詩について、真似みどころを売ることのできる芸というものは、ことの深さ、浅さは、それぞれ違いがあって、一様には言えないけれども、おのずから、うつさんに後ありぬべし、自然に、 学んだ結果というものは出るものでそれだけのことが残るものでありましょうよ筆取る道と語を打つこととぞあの筆取って書を書き絵を描くその道とつまり書画の道とそれから あの、五を打つすべ。そのことは、この二つは、怪しゅう魂のほど見えるを、不思議にその魂のほどが見えるものでありますものを。この、ね、筆取る道と五を打つことっていうのは面白いですね。筆取る道はまあわかりますが、五を打つことにも、 不思議に魂のほどが見えるものだと言うんですね。深きをなく見える折れのも深く心を尽くして努力したとは 思われないようなボングのものにも折れものっというのは、うん、そのことに心を深く浪して<ー>努力したとは 思われないようなボンのものにも、しかるべく書き打つ類も入れくれど、しかるべき程度に絵を描いたり、あるいは語を打ったりする、そういう類のものも、現れてくるものですけれども、 家の子の中には、人どの家の指定の中には、なお人に抜けぬる人の何事も好み得けるとぞ見えたる、やっぱり人にず抜けた人は何事につけても好みを得た人だというふうに思われます。 院の御前にて巫女たち内親のいずれかはさまざまとりどりの座へ習わせたまわざるけん桐壺の帝のお前では桐壺の帝が世にいらっしゃいました その頃にては、巫女たちや内親王たち、どんな方々も、それぞれとりどりに財をお習いにならなかった方はいらっしゃりませんでしたでしょう。つまり、必ずそれぞれに、人とかの財を身におつけになりましたでしょう。 その中にあっても取り立てたる御恩心に入れて伝え受け取らせたまえる会ありてあなた様は取り立ててお心に入れて伝え受け取らせたまえるその財を伝え身につ おつけになった、そのかいがあって、文在、言葉に関しての在、文学に関しての在は、当然のこと、言うまでもないこと、その他何でもないことの中に、 金に引かせたもうことなん一の在にて、金のことを引き遊ばすことが、まず第一の優れた在でいらっしゃって、次には横笛、美和、僧のことをなん次々に習い給えると。つまりみんなあの、広い意味で、の遊びの中の芸ですね。 音楽に関する座絵です横笛琵琶それからさらに僧のことまあ中で金のことが一番なんだけれどもでそういうものを次々にお習いになったと上もおぼしの玉合わせき キリツボの帝もお思いになりおっしゃっていらっしゃいました。世間の人もそんなふうに思い申し上げておりましたが、絵については、やっぱり筆のついでに、すさびたも、すさびさせたも、 遊びに心の遊びとしておかき遊ばしていることだと思い申し上げておりましたが糸・甲・正きまでそれがこんなふうに正きっていうのはあの、まあ、言ってみればちょっと マイナスの面のような気持ちの言い方なんですけどもこれほど不都合なほど不都合だと思えるほどお上手にいにしえの墨書きの上手ども後を苦労なしつべきなしつべきかめるわあの昔の 墨書きの上手ども、宮中に召し使えている墨書きの上手ども、宮中の絵師の上手どもも、後を苦労なしつべき、なしつべかめる。つまり後をくらましそうに、 思われるほど達者にお書きになるのはかえってけしからんことでございますよつまりマイナスのような言い方で褒めているわけですね。 いとこう、まさなきまで、いにしえの墨書きの上手ども、後を苦労をなしつべかめるわ。もう恥ずかしくって、その、後をくらましそうになるほどに、かえってけしからぬほどと思われるような、あなたの絵の技でございます。と、 打ち乱れて申し上げなされてそしてえい泣きにやえい深く酒の酔い深くなった果てのえい泣きであろうか泣き桐もの陰の恩事を語り出されて皆打ちしおたれたま犬すっかり涙 亡き桐坪の院を忍ぶところへこう話の最後が気分の最後がいくわけです。